おお。ゲイとは男たちが目指すエデンである。それではゲイのから騒ぎ最後まで楽しんでください。
だね。よし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 、おめえら久しぶりだな。おめえら久しぶりだな。俺出すわ。4月の1日、ミニアルバムを出したんだ。おめえらも買ってけなか。まだ買ってねえぞ。ライカイツソンで買うように。まずミニアルバム出てから今日は初めてのライブ。ずっと俺たち我慢してたんだ。ずっとライブできなくてずっと我慢してたの。今日それでやっと、今日やっとライブできた今日。いいか、今日はおめえたちな、いろいろな悩み持ってる。おめえらのいろいろ抱えてることは俺が一番分かってるからな、な。だから今日はその悩みを、今日はその悩みをオラダズが今日は取り除いてあげっから。なあ、今年夏の最後楽しんで帰れよ。いいか、楽しんで帰れよ。それでは次、ワンチェンチェン。次の曲、チェンチェンチェンラブソーリー。I'm not afraid to die.
Thank you.
前たち逃げんのかい、楽しんでるかい、もっと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 感じてくれよ。
よし、お前らだんだん悩みはなくなってきたんじゃないのか。あのよ、俺のよ、この格好なんだかわかるか。そう、サンバだ、うん、なあ、うん、ちょっとだけイメチェンしてみようかなと思って、うん、ちょっと肌も小麦色に焼いたんだ、うん、なんだっけあの、なんか蛍光灯みたいなのいっぺんついてるところに顔だけ入ったんだ。うん、千葉さんよ、え、あんたそれ損してるな、そいつな。なんでだ、顔しか焼けてないぞ、そいつ。うん、だから体もやってしまったらそいつはなんか一般の人だと一緒だべ。だから顔だけにすっかなと思って。ちょっと俺あの疑問に思ったんだけど、うん、なんだその日焼けは、あの汗で落ちんのかい。え、なんだ、そのうん、あんたが頑張って、うん、日焼けしてきた顔を、うん、それはそれは汗で落ちんのかい。先生、落ちないよ、こいつは。なんだ、おでこの色が変わってるな、先生な。のね、取れてるって。うん、うん、あんた、そんな気分悪くしたよ。すごい、テンション下がったよ、さっきので。とんでもないことをしてしまったな。とんでもないことしたよ、もう。うん、悩みを解消してあげようと思ったのに俺が悩んでしまったよ、お前。ごめんな、うん、じゃあ今日の夜ちょっと引っ掛けっかんで、うん、何、フィリピンパブか、うん、いいとこに連れてきた。フィリピンパブはあれやめた方がいいぞ、あそこは。なんで、なんでかっつーと、うん、あのな、あそこっつーのはな、なんかあのただならぬ、うん、ただならぬ、ただならぬ雰囲気を醸し出してんのか。そうなんだ。で、なぜかこうね、自分たちが座るところがあって、うん、で、その真正面にステージがあるんだ、うん、ステージがあって、うん、そこで俺は一曲歌ってきたんだ。やっぱり男っつうものは逃げられない時っつうものがあるんだ、うん、男っつうのはな、あのね、ヒコロ、なんだっけ、ロマンヒコ。すごかったんだぞ、もうみんなスタンディングオベーションだったぞ、お前。それはすごいことだった。行ったことあるか、そういうところに。来る、行ったことあるか。俺ないよ。なんかそういう、おめんでもあれだべ、そういう危険なところ好きだべ。なんせって人聞き悪いこと言うんだ、おめえは。なあ、あんなんでもあれだべ、どっちかっつうとフィリピンとかじゃなくて普通のところがいいんだべ。ん、お前はバカ。おめえまさかお前配達の途中で行ったんでねえべな、おめえ。この野郎、あれは図星だぞ。ちょっと図星か、図星かせて。あららららららら、嫌だわ。ちょっとこれ、社長に言ってちょっと言及してもらわないとな。なあ、ちょっとな、うん、これはあんたひどいよ。行くときはあだすも連れてって。じゃあ俺行ってないって。ダメだよ。だから、ね、行ってない。ああ、まあな。ワンチ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 ン、ん、最近はずっかに帰ってんのか、チェンチェン。ちょっといい、トップストリートに。仕事も忙しくてなかなか帰れないよって。仕事が忙しくて帰れてないか。あー、かっこよかったと。今日出る時よ、ドゥンドゥドゥン、あちゃーって言ったよ。もうバッチシだったと。もうかっこよかった。あー、まあ、ギガはなんでか WU っていうあれがアーティストの曲だったか、あれ。うん、
あれみんなあーって思ったあれ、うん、なんつうかあれなんか変わってねえか、ちょっとアダマムなんかカエルミディなの乗っかってんな。いいぞ。あ、わかったわかった、俺が肌黒くしたからこいつイメチェンしようと思ってる。イメチェンしようと思ってるこいつ。かわいいな。いい。まあな、うん、俺のはかなわねえけどな、うん、それとあともう一個気になったのがサティ。なんで？おめえの要はでっけえメガネなんだあれ。あれどっから持ってきたんだあれ。あれよ、ちょっと下北で買ってきたんだ。ちょっとあんたそんなハイカラなところに行ってきたの、うん、下北だ。下北、東京の人間は、はあ、下北沢って言わないんだぞ。あ、下北沢って言わねえのか。下北って言うんだろ。あ、下北って言うのか。知らねえだろ。知らねえな。あ、あれが双子玉川を二子玉つるようなもんだべ、お前。よく知ってんだな。うん、ちょっとだけ、ちょっとだけ知ってんだ。さすが千葉さんだな。うん、まあね、うん、そいつよ、あれよ、ね、うん、誰かにあげてしまったのか。なくしてしまったもん。なくしてしまったかな、うん、もうどうにでもなれと思ってよ。どうでもいいの。もう、うん、どこに行ったか知らないけど。まあな、うん、まあな、うん、今度もっといいメガネ買ってくってな、うん、ちょっと今度アルマーニでも買ってくるから、うん、アルマーニの、うん、あらら、そんなは、あれ、うん、リップなの。ジョルジオアルマーニでも買ってくるからよ、今度。あ、アルマーニって今度、夏のボーナス出るから。あ、夏のな、うん、そんしたら、うん、そしたらな、うん、俺もじゃあ、うん、似合うメガネを一緒に選んであげるからな。うん、うん、それでいいか。それでいいよ。うん、よし。あとな、もう一つ気になったことがあるんだ。なんで。あのよ、フル、お前のクヨの SD は合図は何だあれ。何なんだ。何だあれは。何なんだ。なんだって、なんだってお前こそ。なんだ、俺知らねえ、あれだったぞ。ミュージックだったぞ、あれ。お前だってなんだ。え、その顔。違う、まずお前から答えろ。なんだ。え、なに。あれ、なんつー人だぜ、あれ。玉。玉。あそこでなんか、なんだっけかな。なんだっけ、帰ってきたどうだ、なんだっけ、あそこ。着いた。あ、着いただ、着いただ、なんで、着いたって高さんと、あそこ。タイミング逃して言えなかった。あらららら、失敗だな。うん、まあいいさ。ごめんな。まあいいさ。うん、まあ気にすんな。俺さ、昨日も24時間テレビ見て3回も泣いたばっかでさ。ああ、目がよ、腫れてんのか。うん。ああ、感動した。感動したのか。感動した。あんだ、昨日休みだったのか。いや、仕事だった。なあ、うん、で、何で感動したんだ、お前は。何箇所もあんだけども、うん、あのまず1個目は、で6年間生きて死んじゃった子供の話とは。6年間死んでしまったのか。死んでしまったの。あとは何だ。あと、うん、交通事故で、足がない人が、うん、トライアスロンをやって、うん、無事に着いた時、うん、泣いてしまったの。泣いてしまった俺。あらららら、ら心が優しいんだね、あんだね。あと、うん、杉田薫が、うん、ゴールした時に、うん、泣いてしまった。あ、泣いてしまったんだ。あれちょっとお前、あれなんて言ってんのか、お前年取って涙腺ちょっと弱くなってるんじゃないのか。うん、俺お前より若いんだと。あ、まずな、うんうん、まずな、だけども、男っつものは何があっても泣いてはいけねえ。ええでねえ。やめろ千葉さんよ。え、泣けるってことは素晴らしいことなんだぞ。感情をよ、うん、感情をなんだ、感情を、うん、自分の感情を、うん、押し込めないで、うん、素直に表に出してんだぞ。ダメだ。なんでだ。あ、ダメだっつーか、うん、いいかでも、うん、女がいる前では
男は泣いちゃダメだ、うん、でも陰で一人で泣いてるのもなんか寂しくないかな。まずな、まずな、うん、うん、まあ、いいさ、うん、な、うん、まあ、どっちかっつーと、まあ俺たちはそうやって笑ったり、泣いたり、怒ったり、激しいからな、うん、まずいつもこの人は怒ってっから、うん、いつも怒って、俺、怒られるばっかりで、俺いつも WU 見てる時に怒ってんの。いや、それはね、ニコニコしてんの、それはなんでおめえにわかんだよ、おい、なんでおめえ、なんで知ってんの、知ってんのかよ怒った、怒ったぞ、これおめえ、俺の私生活知ってんのか。え、俺の私生活を知ってんのか。うん、俺は知ってんだ。ちょっとちょっと、俺はあんたの何もかもをわかってるんだ。ねえ、ねえ、え、気になることがあるんだけど。なぜ神手見て、え、神手見て、なんかいる。これはあ、ちょっとこっちに立ってもらう。これはですね、あれですね、あの従業員、え、従業員、仙台貨物の新しい従業員なんだ。ちょっとこっちに、今度こっちに、こっちに、こっちにバイトで入ってきた。バイトで栗原つんだ、うん、そう、バイト、うん、はい、呼んであげて、栗原ー。あー、よし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 、ほら、スリップノットじゃねえぞ、おめえ、ちょっときちんね、これ、うん、スリップノットじゃないからな、うん、ありがとう、ありがとう、うん、な、うん、まあ、栗原はいつも笑ってるから、うん、な、で、まあ、なんだろうな、サティは、あの、哀愁の愛かな。相川翔の愛か。そうだ、そう、いつも、ゼブラマンか。そうそうそう、ゼブラマンか。じゃあゼブラマンじゃない、ゼブラマンではないけど、うん、相川翔の愛、うん、うん、いつもこいつは仙台貨物のことを思ってな、愛なんだな、愛、はい、うん、愛、はい、うん、てよ、俺一個よ、わかんない人がいるんだけども、うん、ワンチェンチェンがいつも、あ、いつもどういう気分なのかがわかんないんだ。確かにそれは難しいな、ちょっと難しいべ、国籍が違うからちょっと難しい、うん、あ、言葉の壁はちょっと大きいな、ちょっと、あ、わ、チェンチェン、チェンチェン、なんか前髪ちょっと茶色くなってねえのか、これちょい、ダメだ、あんだ髪染めで、髪染めたら不良のはずまりなんだぞ、いいか、ダメ髪染めで、うん、うん、チェンチェン、千葉さん、実はそれ、チェンチェンな、悪気があって染めたんじゃないんだ。悪気があったのは何なんで。今日タバコ吸ってて、うん、間違って焦がしてしまった。焦がしてしまったのか、こいつ。あー、なるほどな、あー、気をつけろよ、うん、ダメだと気をつけないけどな、うん、よし、まあな、面白い話はここまで、まあこれからはもっと、もっとしたいんだけどもよ、あのよ、図鑑つうものがあるの、図鑑つうものがある、わかるか、うん、まあ、みんなも、謎もよ、終わりかけたけども、みんなセックスしたか、したかも、した、ああ、ゴムつけろよ、すんのはいいけどもゴムはつけろな、うん、そうしないと、うん、な、いろいろなことが起こってしまうから、わかるか、うん、いや、まず何が起こるかの一つ、うん、まずやや子が宿ってしまうべ、まず何がって言われてもいいよ、それはまあ今小学校5、6年生でもやっぱそいつは分かっぺな、うん、そいつグレーはよ、あと問題ね、うん、なんかよ、ちょっと痒くなってくる、来たりとかするんだ、わかんねえけどもよ、そういうことがあるからまず、うん、つけた方がいいな、うん、な、まあ夏といえば、まあ女の人で言えばまだ処女しそうの時期だからな、おい、え、やめろそういう話、いや、お前ちょっと待って、今内心ちょっと静かにしてんけども、ドキドキしてんだぞこいつら、いや、じゃあこれはエンターテインメントの一環だから、こいつは
仙台貨物が性教育してやんねえと、どれも性教育してやがるんだ。あそういうのほら喜んでるべ、ほれワンチンチン喜んでるこの人変態変態、うん、それは君だ。え変態はお前だぞ。いや変態だけっても、うん、まあ同じぐらい結構来てるぞ。あでもお前は見た目も変態だぞ。えチェンチェンはまだ見た目変態じゃねえけど、うん、お前は見た目も変態だぞ。ダメなんだ、その見た目が変態だって思うことがまだまだお前は赤い赤い青いんでねえのか。まだまだお前は赤いんだ赤いのか青いだ、青いだべ。まあ青いでもいいよ。あもうすごいって思う人は何が繋がるかもう外見からもうただならぬオーラが出てるからな。うんまあ俺を見てもらえればまあ大体は分かると思うんだけども、うん、なもうそろそろんでな、もう少しお目立つな、悩みがまだ少し心の中にあるみてだから、うん今日はいいかあのねはいいかあのな、もうちょっと話すだけ長くなっけど、あのよダメだぞ、あのよ変なことしてこうスノード持ったりとかしてダメだぞ、いいか、うんお前スノード思ってんだったらよ、なんかあれでねえのか、そんな悩み抱えて生きてたら楽しくねえべな、それで見てみろ、悩みなんでもなさそうだべなあ、うん、なんかあの人見てたらなんかあだすなんか悩んでんのがバカみたいってちょっと思うべな、うん、だからもう今日はもうそういう人がもしここにいたらね、もうねそいつ俺たちは解消したげっからだぞかな、うん、だからまあ俺だぞはゲイだけっても、うん、だけっともまあ最後まで今日はな、うん、心の行きまでお腹が痛くなるまで今日笑ってってけろよな、うん、よしでな、そろそろここでよやっとこうかなと思って、あなたあの頃のサイパンとても楽しかったわね。うん、いつまでもこれからもお前のことを愛してるから。Yeah.
よしなあ、どうたったの2曲しかねえんだ。ああ寒すな、ほんとにな。俺もよ、ずっとよおめえだぞ、感じていたい。だんだんな、だんだんなんか湿ってきたな。至るところがちょっと湿っぽくなってきたな。うん、まあそれは感じてるからじゃないかもしれないけどな。うん、ただ暑いからかもしれないけどな。うん、まあキモいって言うな。まあ誰だキモいって言ってんのは。うん、かわいいってか、お前こういうのをお前ら愛らしいと言うんだぞ、わかるか。うん、な、うん、よし、そんでば次の曲サンバデイキャリーワン。サンバデイキャリーワン。サンバデイキャリーワン。みんなでキャリーワン。Thank you.
から騒ぎ最後の曲送る。送ることを歌よし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 
あぶねえな。助けてけろ、助けてけろ、助けてけろ、くれ。よし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 、よし、ちょっとごめんな、俺ちょっと見えでっけども、見えでっけども、見えでけろよ。よしな、どうなった、ゲイの体操に。あーだべな、まだまだこれからもよ、ちょっとだけ続くからな、うん、ちょっとだけな、うん、よし、でな、うん、俺が伊豆版仙台貨物の中で伊豆版大好きな曲、お前たちのために歌います。サイパン、今年の夏はここでエンジョイライフ、ああは太陽の下で僕ら光合成、食は今スイーター今日のカメタは元気いっぱいさ、ああはあんたの顔はボソッコモソッコメルティミー、常夏の楽園で出会った光月とカマトリュウスケ、そして恋に落ちて燃え上がるユウスケとカジキの
ペニス燃え上がる夕透けた月の Hey!
¡Gracias!